フジテレビ、ワイドナショー、年末3時間生放送スペシャルが、29日に放送され、ダウンタウン松本人志の、週刊文春の報道についても取り上げました。吉本興業は当該事実は一切ないと報道を完全否定しています。番組序盤、進行役の東野幸治は、ちょっとびっくりしましたけどとコメントし、今田幸治も、僕が知ってる松本さん、小沢くんが、とても言うとは思えないですし、僕は聞いたことがないです。松本さんから、記事に書かれているようなコメントを、合コンとかしたこと、何度もありますから。そこで何度もそういう発言をしているのを、生で見て、聞いたことがないですと驚きを隠せない様子でした。ヒロミもびっくりしましたけど、今の段階では、わからない、というのが現実。裁判でいろいろ明らかになっていったりとかっていうのは、今後の話なんで。ただ、この番組で扱わないわけには多分いかないのでと話しました。